こんにちは、介護福祉士のカズです。この動画は介護福祉士国家試験対策暗記用動画になっております。今回のテーマは専門の要点になります。この暗記動画は介護福祉士要点まとめよく出る問題という問題集を参考にしています。単語帳を使用するように活用いただければなと思います。寝る前や作業中、移動中などに聞き流していただくだけで大丈夫です。一度では覚えられないと思いますので繰り返しご視聴いただければと思います。要点に行く前に一度過去問に挑戦してみようと思います。第32回介護福祉士国家試験問題79。高齢者の専門の特徴として最も適切なものを1つ選びなさい。1、薬剤によって生じることがある。2、症状の変動は少ない。3、意識レベルは生命であることが多い。4、徐々に悪化する場合が多い。5、幻覚を伴うことは少ない。はい、ちょっとお考えください。いかがでしょうか。ここでは答えがわからなくても大丈夫です。動画を最後まで見ていただければ簡単に解けるようになっていると思います。それでは始めていきましょう。専門の要点です。専門は何らかの原因で意識がはっきりしなくなる意識障害の一種です。何らかの原因で意識がはっきりしなくなる意識障害の一種。錯覚、幻覚、妄想、不穏、興奮などの認知症に似た症状が出ます。錯覚、幻覚、妄想、不穏、興奮などの認知症に似た症状。症状は一過性のものや機内変動をし、原因を取り除くと消失します。症状は一過性のものや機内変動、原因を取り除くと消失。原因には薬の副作用や高熱、脱水、環境変化、混乱などがあります。原因には薬の副作用、高熱、脱水、環境変化、混乱。夜間に起こることが多く夜間繊毛とも言われます。夜間繊毛とも言われる。表にまとめてみましたので動画を一時停止して確認していただくか、お時間のある時にゆっくり見ていただければと思います。はい、少しおさらいをしておこうかなと思います。機内変動の特徴についてですね。機内変動とは認知機能の変動が1日や1週間の間で起こります。では最初にやっていただいた過去問にもう一度挑戦してみようと思います。高齢者の専門の特徴として最も適切なものを1つ選びなさい。1、薬剤によって生じることがある。2、症状の変動は少ない。3、意識レベルは生命であることが多い。4、徐々に悪化する場合が多い。5、幻覚を伴うことは少ない。はい、ちょっとお考えください。はい、いかがでしょうか。結構簡単に回答できたかなと思います。専門の特徴頭に入ったかなと思いますので一度表を見てみようと思います。意識障害の一種で意識がはっきりしないってことがあったり、錯覚や幻覚、妄想などが起きてしまったり、一日の中で変動することがあったり、薬の副作用も原因であったりというのがわかるかと思います。原因には薬の副作用や高熱、脱水、環境変化、混乱などがあると。再挑戦していただいてもわからなかったなという方は何度も繰り返してご視聴いただければと思います。はい、いかがだったでしょうか。専門は認知症と似たような症状が出てくるので、症状だけを見ると認知症と間違われやすくなってきます。間違われやすいというところは問題に出やすいというところなので、しっかり区別して覚えておきましょう。というわけで最後に同じ内容を流しておしまいにしたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。専門の要点です。専門は何らかの原因で意識がはっきりしなくなる意識障害の一種です。何らかの原因で意識がはっきりしなくなる意識障害の一種。錯覚、幻覚、妄想、不穏、興奮などの認知症に似た症状が出ます。錯覚、幻覚、妄想、不穏、興奮などの認知症に似た症状。症状は一過性のものや機内変動をし、原因を取り除くと消失します。症状は一過性のものや機内変動、原因を取り除くと消失。原因には薬の副作用や高熱、脱水、環境変化、混乱などがあります。
原因には薬の副作用、高熱、脱水、環境変化、混乱。夜間に起こることが多く、夜間繊毛とも言われます。夜間繊毛とも言われる。表にまとめてみましたので、動画を一時停止して確認していただくか、お時間のある時にゆっくり見ていただければと思います。はい、少しおさらいをしておこうかなと思います。機内変動の特徴についてですね。機内変動とは、認知機能の変動が1日や1週間の間で起こります。はい、では最初にやっていただいた過去問にもう一度挑戦してみようと思います。高齢者の繊毛の特徴として最も適切なものを1つ選びなさい。1、薬剤によって生じることがある。2、症状の変動は少ない。3、意識レベルは生命であることが多い。4、徐々に悪化する場合が多い。5、幻覚を伴うことは少ない。はい、ちょっとお考えください。はい、いかがでしょうか。こう簡単に回答できたかなと思います。繊毛の特徴頭に入ったかなと思いますので、一度表を見てみようと思います。意識障害の一種で、意識がはっきりしないってことがあったり、錯覚や幻覚、妄想などが起きてしまったり、一日の中で変動することがあったり、薬の副作用も原因であったりというのがわかるかと思います。原因には薬の副作用や高熱、脱水、環境変化、混乱などがあると。再挑戦していただいてもわからなかったなという方は、何度も繰り返してご視聴いただければと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。この暗記動画は介護福祉士要点まとめ、よく出る問題という問題集を参考にしています。本当によく出てくる問題をギュッとまとめてくれています。文字もそんなにちっちゃくなくて、それなりに大きいので、文字ちっちゃくて多くてやる気なくしちゃうみたいなことはないと思います。むしろサクサク読めます。前半が要点まとめ、後半がよく問題集になってます。実力をチェックしやすい構成になってますので、ぜひ手に取ってみてください。